あっと横浜公式チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。生まれも育ちも神奈川県横浜大好きな女優の麻里理央奈です。魅力あふれる横浜の情報をリポートするハマリポ。ハマリポでは横浜の新しいスポットや美味しいグルメなど、横浜に行くのが初めての人にも行ってみたい、食べてみたいって思ってもらえるような情報をたくさんリポートしていきます。というわけで今日は横浜市中区の根岸競馬記念公園にある競馬馬事文化の関連資料を展示した博物館、馬の博物館に来ています。馬の博物館は日本で初めての本格的な近代洋式競馬場だった根岸競馬場を記念として建てられたもので、馬と人との交流によって育まれた資料や展示を行っているそうです。そしていつものようにここまではルート検索お出かけアプリマイルートを使ってきました。ここに来るまでもマイルートを使ってきましたが、バスの乗り放題チケットもデジタルで買えますので簡単にスムーズに乗り降りできました。本当に便利ですよ。では早速お邪魔したいと思います。では馬の博物館に行ってみましょう。いや本当に楽しみです。私お馬さんのお仕事をしていたので、今日は触れ合えるということでとても楽しみにしてきました。ワクワク。こっちです。行ってみましょう。あ、書いてありますよ。あ、根岸競馬場の歴史と博物館の歴史も書いてありますね。あ、すごい。ではこちらには航空写真があります。航空写真には昔の競馬場のコースも書かれているので、その広さが分かりますね。わあ、めっちゃ広いですね。これは伝説の五冠馬新山ですね。新山は戦後日本の競馬界に長く影響を与え続けた功績の大きさから、神と称えると書いて新山と呼ばれているそうです。ところで五冠って何ですか？あ、なるほど。皐月賞、東京優秀、菊花賞、天皇賞、有馬記念、それは全部優勝した馬なんですね。そしてこちらが馬の博物館です。入館料は大人100円、小中高校生はなんと30円。しかも毎週土曜日は小中高校生は入館無料だそうです。では中に行ってみましょう。競馬場誕生。歴史競馬で天皇賞。わあ、すごいですよこれ。ワンポイントでも書いてあるんですけど、馬の骨から分かることということで、ここに歯があるの分かりますか？ここにある馬とここにない馬があるんですけど、これで牡馬と牝馬が分かるみたいです。でここに骨が歯がある馬が牡馬だそうです。
ない馬が牝馬、なんかなぜかっていうのは、まあ、確実には分かってないと思うんですけど、これで噛み砕くっていう、まあ、強い方が牡馬っていうのが覚えやすいかなって思います。ではポニーセンターに行ってみましょう。いや建物とても可愛いですね。えグーで、グーで、はい、そのまま口元に持ってきて、はい、でも離しちゃった。ああ、嬉しい。どうぞ。おすごい上手に立ってくれる。ないけど。お腹空いてるかな。おお、触ってもいいですか。ごめんね、あげないの。すごい。咀嚼音。めっちゃ。すごい。おとなしいですね、みんな。昔1860年代横浜で始まった洋式競馬は、1866年にこの地に完成した根岸競馬場を舞台に、翌年から1942年に幕を下ろすまで76年間行われていました。もともと居留外国人の娯楽として始まった根岸競馬場は、やがて日本人も加わった社交場としてにぎわい、その後各地に設立された競馬場のモデルとなりました。馬の博物館は我が国初の本格的な洋式競馬施設、根岸競馬場跡地に開設された根岸競馬記念公園内にあり、現在は公益財団法人馬事文化財団が運営しています。馬と人との交流によって育まれた文物を、自然史、歴史、民族、美術工芸、競馬のフィールドに分けて収集、調査、研究、展示を行ってきました。これまで収集した収蔵資料はおよそ1万5千点からなり、主な資料として重要文化財に指定された長梁図、鎮金蔵や重要美術品である鴨比べ馬図、屏風などがあります。また併設のポニーセンターでは、サラブレッドや日本古来の種である在来馬などを形容しており、放牧や運動の様子を見学することができます。人類が長きにわたってパートナーとして馬と密接な関係にあったことを表す証でもある資料と、生きた教材である馬を通して馬の果たしてきた役割と魅力を未来に伝えています。ハマリポでは横浜の素敵なスポットやグルメをこんな感じで紹介していきます。次はどこを紹介するのか本当に楽しみです。ルート検索お出かけアプリマイルートでは、この動画に加えて目的地の設定や旅のスケジューリングなどもできますので、ぜひご利用ください。これからも横浜の情報をたくさんリポートしていきますので、アット横浜公式チャンネルの登録もよろしくお願いします。それではまたハマリポでお会いしましょう。お楽しみに。